滝ヶ崎茂げは、日本の外交官。外務省アジア太陽州局長を経て、内閣官房副長官保健国家安全保障局、次長。茨城県出身。茨城県立美と第一高等学校を経て、1984年外務公務員、採用上級試験合格。1985年東京大学法学部、第二類卒業、外務省入省経済局。 在外研修を経て、1992年外務省、条約局国際協定課課長補佐。1996年在パキスタン、日本国大使館一等書記官在英国日本国大使館勤務、外務副大臣秘書官事務取扱い等を経て、2003年外務省、アジア太陽州局南東アジア第二課長。2006年外務省、 総合外交政策局国連政策課長。2008年外務省大臣官房、中曽根博文が務大臣秘書官事務取扱い。2009年外務省、総合外交政策局安全保障政策課長。2010年在アメリカ、合衆国日本国大使館講師。2011年外務省大臣官房人事課長。2014年外務省大臣官房参事官兼。 アジア対応州局、アジア対応州局南部アジア部。2015年外務省大臣官房参事官兼、大臣官房、経済局。2016年外務省大臣官房審議官兼、アジア対応州局、アジア対応州局南部アジア部。2017年外務省アジア対応州局南部、アジア部長。2019年外務省アジア対応州局長。 2020年内閣官房副長官保健国家安全保障局次長。両親や祖父母が愛知県と橋市の出身であることから中日ドラゴンズのファンであることを公言している。ありがとうございます。